出し行列朝霞国造神社集記礼大祭は、福島県郡山市で、毎年9月27日から29日の3日間に開催される祭事であり、郡山地方の秋の代表的な祭りである。毎年9月27日から29日まで行われる、五国豊城と繁栄を感謝する祭り。江戸時代に、日本松市と同じ日本松藩に属していたことや、 現在の出汁の制作の経緯などから、日本松町鎮祭りの影響が見られる。また、氷山うねめ祭りが、全市で一体となるための祭りであるのに対し、この祭りはほぼ旧市街だけで行われる。初日は、朝霞国造神社にて、主に神事などが行われ、二日目と三日目は、近所の子供たちがおす出しやみこしが、氷山駅前周辺や山道などを練り歩く。 出発前の出し浅霞国造神社では9月27日に霊体祭式典や子供相撲が行われ、28日、29日は午後6時から岡倉殿にて浅霞地方に伝わる伝統の神事芸能である十二、神倉が武装される。また、駅前大通り周辺では、28日の午後7時から17町会の太鼓台形の出しが、駅前大通りに集まり、同神社に伝わる。 八幡林を奏でて、子供たちに押されながら練り歩く。そして、最終日の29日には午後7時から3社の本神与と28の御しが、駅前大通りに集まり、神社へと進む。起源は、はっきりしないが、江戸時代中期には、祭りが行われており、1738年からは、出しが、また、1765年からは、御しが出るようになったと伝えられる。 文政7年には氷山が宿場町に昇格し、その祝いに舞台がついた大屋台の出汁が作られ始めた。大屋台の舞台では、下屋国カラス山や地方周りの役者による歌舞伎などが演じられた。しかし、明治時代以降になると、その大きさで電線が邪魔になることや、道路事情により運行が困難となり、やがては姿を消した。その後、大戦による中断を経て、 戦後は再び祭りが行われるようになった。しかし、出汁やみこしは手作りでみすぼらしいものが多かったため、日本松市出身で、かぐても営んでいた商人らが中心となって、本町一丁目で太古代出汁の製作が提唱され、1952年、かつての大屋台の部品なども流用して、現在の形の初代の出汁が完成した。このような経緯から、現在の出汁やお囃子は、 二本松のものが手本となっている。ありがとうございます。